2012年最後の礼拝です。2012年最後の礼拝です。本当に早いです。毎年思いますけど、もう本当に1年過ぎ去るのは本当早いんですね。もうそのぐらいもう忙しく主のために働くことをできたんじゃないかと思って感謝しています。그정도로하나님을위해서열심으로일했고나왔다고생각하니더감사드립니다。皆さんどうでしょう。今年1年振り返って、皆さんにとってどんな1年だったんでしょうかね。もう感謝するべきことたくさんあったと思います。良いことたくさんあったと思います。もちろん良いことばかりじゃない、悪いこともあったでしょう。なんでこんな目に遭わなきゃならないのかといって、涙流したこともあったでしょう。でもその中でも、今日という日を迎えることができました。それは神様によって全てが守られましたということです。神様によって守られて今日を迎えることができましたから感謝します。もしかしたら今も戦いの中にいる人いるかもしれません。今が試練の最中だという人がいるかもしれません。でも知るべきことは、1年1年確実に過ぎ去るように、今与えられている試練はいつか必ず過ぎ去るということです。今与えられている試練、今与えられている苦しみ、今与えられている困難は決して永遠ではないですと。永遠に続くものではない、必ず終わりが来るという。2012年は必ず過ぎ去ります。新しい2013年は、私たちが願っても願わなくても必ずやってきます。2013年新しい年やってくるということはどういうことでしょう。もう1年年を取ってしまうということです。それが私たちにとってあまり歓迎のできないことであったとしても、それは必ずやってきます。同じように私たちの人生の冬は必ず終わりを迎えます。新しい季節はやってきます。喜びの季節です。祝福の季節です。春は必ずやってくるということです。トンネルはいつまでも続かないということです。皆様の人生におけるトンネルは必ず終わりがあって、いつか必ず時間とともに輝かしい光の世界へと導かれる時が来るということです。ですから今日ここにいる私たちが希望を持って2012年を終えることができれば幸いであります。必ず新しい年がやってくるように、必ず新しい季節がやってくるように、私たちの人生も新しいステージが必ずやってくるということです。それを信じることができますよ、ね、希望を持つことができますよ、ね、残り少ない2012年、新しいことが始まるということを期待しながら、これから新しいこと、素晴らしいこと起こると期待しながら、喜びと感謝を持ってこの2012年過ごすことができますように願うんです。何よりもこの2012年の終わりに、私たちがもう一度神の子とされているということ、神様の子供とされているという特権、そのような身分を持っているものであるんだということをもう一度思い起こすことができればと願います。今年の初めに神様が
この教会に与えてくださった御言葉です。이교회에허락하신말씀입니다。主語の一番表の部分に書いてますけど、神のことをされるという特権が与えられているという。先ほど聖書を読みました。ヨハネ1章12節の御言葉です。ここにいる私たちはすでに神様の子供とされている。そのような特別な権利を得ることができているものであるということです。それはイエス様を救い主として信じた時から、そのような特別な権利を私たちは受けることができるようになったということ。ここにいる私たちはすでに神様の子供とされているという素晴らしい特権をいただいているんです。そうであるならば、それこそ私たちにとって最も素晴らしい祝福であって、何よりも感謝するべき内容であるんだということです。他の何も得ることができなかったとしても、他のどんな素晴らしい出来事が起こらなかったとしても、目に見える素晴らしいものを得ることができなかったとしても、もしかしたら今年1年私たちが願っていた祈り全然答えられなかった、そのように思うことがあったとしても、私たちは神様の子供とされている。このことを覚えるだけで感謝と賛美に満ち溢れる人生となるということです。そのような人生を生きることができるんだということなんです。ここにいる皆様は神の子供という身分を得ています。神の子という身分を得ているということはどういうことでしょう。それは神様の持っている祝福は全部その子供のものであるということです。神様が持っている大いなる祝福は全て子供、その神の子供であるあなたのものだということです。お金持ちの家に生まれた子供は、その家に生まれたということだけで、その家にある多くの富を自分のものであるかのようにして用いることができる。その子が何か努力したんじゃなくて、その家にある富を得るために何か素晴らしいことをしたんじゃなくて、ただその家に生まれた、その家の子供である、それだけでその家にある富は自分のものとなるということ、相続することができるということ。子供となるということはそのようなことなんです。ここにいる私たちは誰か有名な人の子供となったんじゃなくて、あるお金持ちの家の子供になったということじゃなくて、私たちは神様の子供とされたということなんです。天地万物の作り主、全知全能なる神様、唯一まことの神様、この世界を始められた神様、今も全てを支配しておられる神様、そのような神様の子供とされているという、この幸いを他のどこで得ることができるのか。私たちが優れているからじゃないです。私たちが素晴らしい人間だからじゃないです。私たちが立派な正しい行いをしたからじゃないです。今までここにいる私たちが神様をよく信じていたから、だからその恵みを受けたということじゃないです。ただ信じたから、ただ信じたから、イエス様の十字架を信じたから、イエス様が神であるということを信じましたから、私の罪のためにイエス様身代わりとなって十字架にかかったということを信じましたから、そのことを信じるだけで私たちは神の子という最高の祝福特権を得たということです。たとえ私たちが罪人として生きていたとしても、神様から背を向けて生きていた人生であっても、
自分勝手に自分の好きなように生きていた人生であって、自分の力だけで生きることができるんだと言って傲慢な心で生きている人生であったとしたら、どんな人であってもイエス様を救い主として信じます。ただそれだけで神のことされる特権与えられるということです。なんという大きな恵みでしょう。なんという大きな幸いなんでしょう。私たちが神様を愛したからじゃない。神様が私たちを先に愛してくれた。そしてその恵みを私たちに与えてくださった。第1ヨハネ4章10節読んでみましょう。ヨハネ1章4章10節です。第1ヨハネ4章10節です。はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。アメン。사랑은여기있으니우리가하나님을사랑한것이아니요하나님이우리를사랑하사우리죄를속하기위하여화물제물로화목제물로그아들을보내셨습니다。はい、私たちが神様を愛する前から。우리가하나님을사랑하기이전에私たちは神様から背を向けて生きていたんですけど、우리는하나님께등을돌고살았지만でもその前から、하지만그전そのような状態の時から、그런상태에서神様はすでに私たちのことを愛してくださっていたということです。하나님벌써우리를사랑해주시고계셨다는것입니다。その証拠が何であるのかというと、그증거가무엇입니까？それがイエス様の十字架なんです。그것이바로예수님의십자가입니다。今から私たちが生まれる2000年前からなされたイエス様の十字架なんです。우리가태어나기그이전부터2000년전에예수님께서그일을행하셨습니다。イエスキリスト、예수님これこそが神様がここにいる私たちのことを愛しておられるという愛の形であります。イエス様の十字架を見るときに、それがすなわち私たちを愛している神の愛の姿であるということなんです。ここにいる私たちはそのような神様の愛によって、限りない神様の愛を受けて、神の子供とされるという最も幸いな特権をいただいているんです。ここにいる私たちは神様の子供です。私自身が神の子供であり、また皆様の隣にいる方々も神の子供という驚くべき身分を持って生きています。それを思うだけで、そのような身分を持って今年も一年生きることができましたということだけで、私たちは心から感謝を捧げる。他の何を得ることができなくても、私たちの願いが何一つ叶えられなくても、祈りが聞かれなかったとしても、私は神の子供とされて生かされている。それだけで大いに感謝して生きるべきなんです。皆様はどうでしょう。この事実を覚えて感謝することをできるんでしょうか。神様の子供とされたということを覚えて感謝することできるんでしょうか。それとも私たちの感謝は現象に応じる感謝でしょうか。何かを得ることができれば感謝でしょう。もしそうであるなら、その人は本当の神の愛を知らないことです。私たち信仰者は何か特別なものを得ることができたから、だから感謝じゃないんです。試練が一つもなかったから感謝するんじゃないんです。祈りが聞かれたから感謝するんじゃないんです。何がなかったとしても、試練が与えられたとしても、ただ一つの事実、この一つの事実、私は神の子供とされました、神様から愛されている子供とされました、イエス様を十字架にかけて死なせるまで私たちのことを愛し、神様私を子供として迎えてくださいました。ただそれだけで全て私たちを感謝することができるということなんです。それが私たち感謝するべき対象であるということです。정말우리가감사할때대상이라는것입니다。神の愛が私の人生を覆っている。하나님의사랑이내삶을덮고있습니다。今この瞬間も神の愛は私の人生を覆っている。지금도하
それを覚えるだけで賛美が出てきます。それを覚えるだけで感謝することです。感謝が満ち溢れる皆様になりますように祈ります。それではここでもう一度、神のことをされる特権、その特権の中には具体的にどんなものがあるのかを確認したいと思います。今日一日だけじゃ語れないですけど、明日も続けたメッセージしますけど、まずはじめに、永遠の命与えられているということですね。永遠の命与えられているということなんです。私たちは神様の子供とされる特権を得ることができました。その特権の具体的な内容が何であるのかというと、何よりも素晴らしい特権、それは永遠の命与えられているということなんです。別の言い方をすれば、天の御国を相続するものとなったということなんです。天国を企業を相続する特権に私たちは神の子とされたんですから、神様の祝福を受け継ぐことができる、神様の祝福を相続することができる、そのような特権を与えられている。どのような祝福を相続するというのか、天の御国を相続することができますよということです。はい、聖書でこのように約束します。ガラテヤ書4章7節読みましょう。ガラテヤ書4章7節말씀보겠습니다。ガラテヤ書4章7節。ガラテヤ書4章7節입니다。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。그러므로내가이후로는종이아니요아들이니아들이며하나님으로말미암아유업을받을자니라。はい、ここで語っていることは、私たちは、ここにいる私たちは、神様から奴隷として受け入れられている存在ではないということです。神様から子供として私たち受け入れられた、子供として神様から受け入れられた、その意味は、神様から私たちは喜んで受け入れてくださったということなんです。ここにいる私たちは仕方なく受け入れられたんじゃないんです。どうしようもないから。本当は嫌なんだけど、仕方ないからあなたを受け入れますということじゃないんです。ここにいる私たちは神様から喜んで受け入れられるということです。神様ご自身の子供として、神様あなたを喜んで受け入れるということです。そしてご自身の子供として、永遠の命を与えるという祝福、死んでも生きるという祝福、天の御国を相続できるという祝福、そのような素晴らしい祝福を相続できる特権を与えたということ。ここにいる私たちは天の御国を相続することができるという特権もすでに持っています。そのような最高の祝福をもうすでに手に持っています。確かにこの地上生涯、私たち終わります。ここにいる私たち、いつか死を迎えます。もう死亡率は私たち 100% であります。でも信じる者は、神の子とされている者は、死んだ後においても永遠に神の世界で生きるということです。そのような素晴らしい特権を得ているということです。その約束が与えられているということです。その契約をもすでに結ぶことができたということです。それでは具体的に天の御国とはどんなところでしょう。それを知るために、創世記1章31節読んでみましょう。創世記1章31節です。そのようにして神はお作りになった全てのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった第6日。하나님이지으신그모든것을보시니보시기에심히좋았더라저녁이되고아침이되니이는여섯째날입니다。
はい、この御言葉は神様が語った御言葉です。何を見てこの御言葉を語ったのか、それは神様ご自身が創造された世界を見て神様このように語ったということなんです。何と言うんでしょう。非常に良かった。神様はご自身が創造した天地万物世界を見て大変感動したということです。非常に良かったと言って感動したということです。完璧な世界であったということです。私たちが相続できる天の御国とはどんな世界でしょう。それは神様が感動するような完璧な世界になります。神様が非常に良いと言って、神様が大変喜ぶことができるそのような世界であります。すなわち天の御国とは創世記一章の神様が天地万物を創造された、その初めの姿に戻るということです。エデンの外の状態に戻るということです。私たちがやがて帰る天の御国は神様が感動するような場所なんです。神様が喜ぶ場所なんです。神様が創造された世界はもともとそのような世界だったんです。ところが人間の罪によって完全に良い世界は破壊されました。美しい世界は失われてしまいました。殺人が起こるようになりました。裏切りが起こるようになりました。騙し合いが起こるようになりました。淫乱が起こるようになりました。盗み合いが起こりました。今私たち生きている世界がそんな世界なんです。神様が見るときに今私たちが生きているこの世界は非常に良い世界ではなくなってしまったんです。神様が感動する世界とはならなくなってしまったんです。今私たちが生きている世界どんな世界でしょう。神様にとってどんな世界でしょう。それは忍耐している世界だということです。神様が忍耐している世界だという。本当ならば今すぐにでも裁かれてもおかしくないほど完全に堕落してしまっている世界であるということです。でも神様はこの地上に生きる人間たち一人一人を愛するがゆえに今も裁きをしなくて忍耐してその一人一人帰ってくると待っているということです。今も審判하지않으시고그들이돌아오기를기다리고계십니다。それが今私たち生きている時代なんです。今私たち生きている世界はそのような世界なんです。神様が忍耐している世界です。でも神のことされている私たちはこの地上での生涯終わった時にもう一度神様が非常に良いと言うことができる世界と導かれます。完璧な世界です。美しい世界です。感動的な世界です。喜びがある世界です。それが天の御国です。そのような素晴らしい御国をここにいる私たち相続できますよという約束を得ています。争いは一切ないです。殺人も一切ないです。憎しみもないです。裏切られることもないです。家庭破壊されることもないです。妬みもないです。競争もないです。偽りもないです。そのようなもの一切ない世界であります。ただ愛だけがあります。ただ喜びだけがあります。ただ平和だけが支配しています。神様が完全に支配する世界です。サタンも一切働くことできない世界です。喜びながら賛美しながら両手を上げて涙、その涙は喜びの涙であるという。太陽も必要ないです。太陽の光も必要ないです。神様の栄光に輝かせながら生きることができる世界であります。神様がご覧になって非常に良かった。
ソネに言われる世界と私たちもう一度導かれる。そのような美しい世界を相続することができるということです。ここにいる私たちはそれが与えられています。そのような素晴らしい特権を持っている者として、ここにいる私たちは今年1年2012年も生かされたことを感謝します。そしてこの素晴らしい希望を持って私たちは2013年新しい年も生きるんです。確かにこの世の価値観で考えるなら、一年さらに年を取るということはあまり歓迎できるものではないかもしれません。年齢を重ねるごとに私たち人間はもう老いていきます。私たち願わなくても目が老眼になっていきます。どんどん離れていくんです。心臓がどんどん離れていくんです。体が動かなくなってきます。体力が落ちます。10年前あんなにいっぱい食べていたんです。焼肉私一人で4人前注文していた。今は1人分2人分しかできないんです。でも正常に戻ったということができます。いろいろなことに気を使いながら生きなきゃならない。年を取るということはそういうことです。でも今日私たちがもう一度しっかり覚えることは、私たちが新しく年を取るということ、それを霊的に考えれば、それを霊的に見るならば、神様が感動された世界、神様が非常に良いと言われた世界、美しい天の御国の門に一歩一歩近づいていくということを意味するのです。天の御国の門が一日一日近づいているという、もちろん神様はまだ私たち呼ばないでしょう。ここにいる私たちはこの地上で天の御国に帰るその時まで熱心に主のために使います。新しい年も1年年を取っても1年年を取っても、その年でなければできない働きがあります。20代には20代の働きがあります。70代には70代の働きがあります。40代だからできる働きがあります。今与えられている使命を全うするんです。与えられている場所で、与えられている時間、与えられている年齢、あなたじゃなきゃできない働きを、残り少ないこの2012年、また新しい2013年、私たちが全うすることができますように。天の御国に帰るその時まで、その働きを私たちは熱心を持って行うんです。でもそのことを覚えつつ、天の御国に希望を置きながら生きる我らになることを願うんです。私たちは神の子供とされました。私たちの全ての罪は許されました。私たちは永遠の命を受けることができました。神の子という特権をいただくことができました。そのような素敵な身分を持って2012年生きることができました。そのことを覚えるだけでも感謝であります。嫌なことがあっても、否定的な出来事があっても、私たちはその素晴らしい特権が与えられているということだけで、マイナスの部分を十分に補うことができる感謝が満ち溢れます。最後にコロサイ3章1節から2節、コロサイ人の手紙3章1節から2節、神のことされている私たちはこの世に生きます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。アーメン。그러므로너희가그리스도와함께다시살리심을받았으면위의것을찾으라거기는그리스도께서하나님우편에앉아계시느니라위의것을생각하고땅의것을생각하지말라今日と明日で2012年終わります。
もう一度私たちがどんな素晴らしい身分を持って生きるものであるか黙想します。そしてこの2日間そのことに思い本当に全力で感謝できますように願います。感謝しながら新しい年を迎えたいと願います。すべての栄光を主にお捧げします。2012年守ってくださった主に栄光を返します。2012年、我々を保護하신主님께영광を드립니다。お祈りいたしましょう。